海は広いな、大きいな。お、霊夢、今日はやけにご機嫌だな。この前の休みに沖縄でホエールウォッチングしてきたのよ。ああ、この前言ってたやつかな。そうそう、ザトウクジラが見られるやつね。目の前でクジラもジャンプしてくれたし、クルーザーも快適だったし最高だったわ。クジラは世界最大の動物だからな。迫力もすごかっただろ。もう迫力やばすぎてテンションめっちゃ上がったわ。マリサは実際に見たことあるの？ああ、私も昔ホエールウォッチングでクジラを見たことあるぜ。その後、しばらく自分の中でクジラブームが来て、クジラについていろいろ調べてたな。生き物好きのマリサらしいわね。それで、霊夢に一つ教えないといけないことがあるんだけど。ん？実はクジラは昔、四本足の生き物で。はぁ？牛やカバの仲間だったんだ。あのさ、マリサ、エイプリルフールはついこの前終わったばかりよ。残念ながら私を騙すタイミングを間違えたようね。嘘じゃないぞ。は、本気の本気？本気なんだぜ。今回はそんな驚きの事実について詳しく説明してくつもりだ。クジラが、四本足？そもそも霊夢はクジラがどんな生き物の仲間なのか知ってるか。海の生き物で確か哺乳類よね。そうそう、赤ちゃんは卵じゃなくて胎生で生まれてくる哺乳類の仲間なんだ。人間と同じで授乳とかもしてるわよね。そして魚との大きな違いがもう一つ、呼吸がエラ呼吸じゃなくて空気呼吸をすることだ。クジラの潮吹きがそれだな。あれはれっきとした空気呼吸なんだ。あのサイズになると呼吸するだけであんなすごいことになるのね。という大きな二つのポイントから、古代ギリシャのアリストテレスは、著書、動物の発生、の中でクジラは哺乳類であると分類することにしたんだ。厳密に言うとこの時点では、哺乳類、という分類はなくて、胎生動物と呼ばれていて、16世紀に正式に哺乳類という概念が誕生してクジラもここに分類されたんだ。まあ今の人なら誰でもクジラは魚と違うってことは知ってるわよね。他にもイルカやシャチなんかもクジラと生態系は一緒の生き物なんだぜ。18世紀になると骨格の研究が進み、背骨の動きが陸上哺乳類の歩く時の動きと似ている共通点を見つけたんだ。そうなるとここで一つの疑問が出てくることになる。クジラはどこで陸上哺乳類と分かれて海にたどり着いたのか、ということだ。ああ、それは確かに疑問よね。魚類でもない、でも地上にいる哺乳類と生態が似ているって意味不明よね。祖先をたどると、その元となる生き物は限られてくるから、どこからか枝分かれしたのは確かだ。哺乳類であることは断定できたが、その起源は進化史の中でも大きな疑問となっていたんだ。一体どんな進化をしてきたのよ。20世紀中盤になると、クジラは骨格の特徴からメソニクス目がクジラの祖先であると考えられるようになった。メソニクス目って？メソニクス目はすでに絶滅した哺乳類の仲間で、中型から大型の肉食動物の系統だな。イメージとしてはこんなジャッカルよりも一回り大きいような生き物だと思ってもらえればいい。なるほどなるほど。そして20世紀後半には分子生物学の発展によって、クジラ類と哺乳類との詳細な系統関係が解明されたんだ。その時パキスタンなどで進化段階のクジラ類の化石が見つかって、最初期のクジラの進化史を紐解くヒントとなった。そして DNA 解析や古生物学的研究の成果から、クジラの祖先は陸生の原始的なグーテイ類であることが分かった。グーテイ類？グーテイ類は最初に言ったカバとか牛のグループだな。そしてクジラに一番近い生き物はカバ、だとも判明したんだ。なんだって。ただし、今までの分類の定義によるとグーテイ類にクジラを詰め込むのは明らかに無理があった。まあ、魚類の中に急に猿が入ってくるようなものよね。まあそれぐらい分類学がひっくり返る研究結果だったんだよな。これによってグーテイ類という分類は解体されて、クジラも含めたクジラグーテイ類という分類が誕生した。シンプルにくっつけたのね。でもグーテイ類って牛とかラクダがいるように、ひづめを持った生き物だけのグループなんでしょ？クジラはひづめも持ってないし、草食動物でもないじゃないの。なかなか痛いところをついてくるな。確かにグーテイ類の動物はみんな草食動物で、名前の通り足の先端に2つのひづめを持っている。一方クジラは歯もなければ、プランクトンや魚を捕食している肉食性の動物だ。だがこれはクジラが高温動物として生きていくために、栄養価の高い食事を取るための進化だったと考えられてる。海になければ自分が合わせればいいじゃない？って進化なのね。それにグーテイ類のカバとクジラなんかは似たような生態をしているんだぜ。ええ。全然見た目が違うじゃないの。カバは陸でも生活しているが、水生生物でもあって実は水中の方が素早く動くことができる。カバってのろまなイメージあったけどそうなのね。そして子育ても水中でするし、ほとんど体毛がない点、水中で音でコミュニケーションを取る点などはクジラと共通している。そうなるとだんだんカバの方の生態も謎感が強くなってきたわ。
それにいたいくつかの部屋に分かれているという特徴も共通している。このことからクジラとカバは共通の祖先から進化したと認められるようになったんだ。これまでカバとクジラの共通の特徴は、陸から水中で生きるための修練進化と考えられてたが、新しい系統を作ったことで、祖先を同じくする恐竜派生形質であることが分かったんだ。修練進化？恐竜派生形質？ちょっと言葉が難しかったな。修練進化ってのは、進化を重ねた時に他の生物と似通った特徴を持つ進化の現象なんだ。例えば、モグラとケラを比べてみると、同じように穴を掘るために特化した手足を持っている。分類学上でも全く無関係にもかかわらず、効率的な進化の先に同じところにたどり着くのが修練進化だな。要するにガンダムとザクが進化した先に、同じファンネルを持つニューガンダムとサザビーに進化したみたいな？おう。まあそんな感じかな。わかる人いるのかこれ。もう一つの恐竜派生形質っていうのは、特定の祖先から派生した進化をしたパターンだな。ガンダムに例えるとジムとジムスナイパーの関係みたいな？うん。マニアックすぎると視聴者置いてけぼりになるぞ。まあそんな感じで、DNA 解析の結果からクジラは劣気としたカバや牛の仲間と分かったわけだ。陸にいろんな生き物がいたから海に特化した進化をしたのかしら。陸よりも海の方が広いし、餌も豊富にあるからな。みんなが陸上生物に進化して餌を奪い合っている中で生き残るための賢い進化だと言えるぜ。そして一番気になっているであろう、4本足の祖先は何か、という部分だが、つい先日明らかになったんだ。なんと、南米ペルーで化石を調べていた国際研究チームによると、5000万年ほど前にいた小型の4本足の動物がそれに該当するらしい。体長は4メートルほどで、尾の部分につながる骨の形はビーバーやカワウソに似ていたそうだ。当時は水かきのついた手足で大西洋を横断していたわけだな。足がついたまま長距離泳ぐのはちょっと大変そうね。だから5000万年という長い年月をかけて手足が退化して、強い潮の流れにもびくともしない巨大な体と泳ぎやすい体を手に入れたんだな。そう考えたら確かに納得できるわね。クジラと牛が同じ仲間なんて、一見おかしな話だが、突き詰めてみると生き物の進化の歴史は面白いもんだな。これからも面白い生き物の歴史の話があれば紹介していくぜ。よろしくジラ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。 Twitter も更新しているので、そちらのフォローもぜひぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。